柿谷選手です。お疲れ様でした。見事な勝利でした。今日の90分どのように振り返りますか。先制できて、自分たちの流れでサッカーができたのが良かったかなと思います。試合の終わらせ方というところを監督もおっしゃっていましたが、いい形できっちり勝ったという点では何が今日はいつもより良かった部分なんでしょうか。そうですね。2-0 で1点取られてしまったんで、そこから崩れなかったのが良かったと思いますけど、相手の勢いもすごかったし、何よりやっぱり真ん中で蛍があれだけ、運動量を多く走ってくれると俺らの守備っていうのは安定するし、ケンユがあれだけ、前で体張ってくれれば俺らのサッカーっていうのは固くできるんじゃないかなと思うし、ただ代表であの2人が抜けた時にどれだけできるかっていうのがこの先俺らが成長していく上で一番大事なことなので、今日の試合は、あいつらが、しっかり活躍してくれたから。それだけじゃなく他の選手もみんなで活躍しなあかんかなと思いましたけど、柿谷選手のゴールもあって当然ご自身も活躍されたと思いますが、あのゴールシーンはどのように振り返りますか。コータはいボールを上げるんで、サイドだったんでニヤには間に合わなかったんですけど、しっかり、詰めることができてよかったです。この勝ち点3、今後、残りリーグは9試合となりますけども、上位に食い込んでいくという点では大きかったんじゃないですか。残り10試合すべてを勝とうという気持ちではいますけど、そんな簡単なものではないので、今日試合前から1試合でも多く勝ち点3を取ることによって最後、いい結果が待ってるんじゃないかなという話は監督を含めみんなでやってたので、その第一歩として、勝ち点3取れてよかったです。おめでとうございます。ありがとうございました。